熊沢光子は、日本の戦前の社会運動家。愛知県名古屋市の弁護士の家庭に生まれる。愛知県立第一高等女学校卒業。県庁に勤務。1931年、米横瀬運動や、消費組合運動をしていた山本昭により社会運動に参加。1933年2月、4歳下の妹勝子と共に家出して上京。 カフェの助給などをしながら、運動に参加。同年3月と中央委員、大泉金造と知り合い、翌4月大泉のハウスキーパーとなる。この都市日本共産党に入党。1933年12月24日、大泉が特攻警察のスパイの疑いで、東京市渋谷区旗貝谷屋の東アジトで諸問されると、熊沢も呼ばれ諸問される。 党幹部として、信頼を置いてきた大泉がスパイであることを自白したと知り、熊沢は絶望し、運動を続ける自信を失って、同日夜自殺を決意。迷惑が及ばないように、大泉と心中することを党に提案、了承される。1934年1月14日、大泉と共に衣装を書くが、警察の動きを察知しこの日に予定していた自殺を、中止、二人は、 東京市目黒区下目黒にある党中央委員、候補、木島高明のアジトに送られた。翌15日、大泉は逃亡を図るが、乱闘の後、鳥居坂警察署に連行され、熊沢は騒ぎと無関係と見られ呆然と歩いているところを、目黒警察署の巡査に捕らえられた。後獄中で自殺。山本明、昭和舞横瀬運動の記録 p 三十九によれば、 この年の名古屋や場町で行われた消費組合の演説会に参加したのがきっかけだったという、共産青年同盟で活動した。立花隆日本共産党の研究講談社、1978年、月刊 P397。立花隆日本共産党の研究講談社、1978年、月刊 P443 から450、デジタル版日本人。 明大辞典、追悼、熊沢光子熊沢誠。ありがとうございます。